面白い名前。<laughs> あなた、簡単には見抜けない運命にあるのね。<laughs> 最近はどう悩みがあるなら、私が占ってあげるわ。選択は定まったかしら。心配しないで。私があなたの記憶を消さない限り。 あなたが私を忘れることはないから、物質しか見ることのできない凡人は、精神と魂こそが宇宙の本質であることを理解していない。不利の恩恵を受け、私たちは壊れやすい実態から抜け出し、真の存在に近づくことができるようになったの。貴重な記憶を救い上げ。 浄土の中に封じ込める。そうすれば、何事も真の意味で過ぎ去ることはなくなるわ。星の動き、数字の暗示、カードの予見。それから <laughs>、最近はスマホ占いなんてものも流行っているようね。 でも、これは全部補助的なもの。その人の言葉に耳を傾け、心の中に入り、記憶を覗き込んでこそ、本当に正確な結果が得られるの。力を持った記憶は、一人の人間の一生から、ほんの少ししか取り出せない。 苦痛の記憶、喜びの記憶、怒りの記憶、悲しみの記憶。ガーデンは本来そういった記憶を残すことを目的としていたけれど、それに値段をつけるというカンパニーの企みから逃れることはできなかった。もし世間より先に記憶を感知。 収集して、それを一人で鑑賞できたとしたら、その時間は、私が何より愛する、唯一無二の思い出になるでしょう。う肉体がないのは便利だけれど、ミームとして世の中を渡り歩いていると、どうしても、自我を失うリスクが付きまとうのよね。最も絢乱な記憶は、 ジョードに送られ保存される。メモキーパーの間に伝わる伝説では、不利はそうした記憶を全権点に織り込む。そして世界が滅びた後、それは全てを再構築するためのテンプレートになると言われているの。ミームになった日、私は自分の肉体が消え、 人々の記憶が時間の中から積出され、沈殿して結晶になり、また砕ける様を見た。それは、無数のカット面を持つクリスタルのように輝いていたわ。あの瞬間、私は理解したの。すべては過ぎ去るけれど、記憶は。 永遠に残る、ということをね。他人の頭の中に忍び込んで、勝手に記憶を改ざんすることを好むメモキーパーもいるけれど。私、そういうのは好きじゃないの。準備が整うまで、人の記憶には入らない方がいい。特に、彼女の記憶は、ね。 チャンスをうかがっているとき彼のようなギャンブラーは絶対にあなたの要求を断らない好意につけ込むにしても備えが必要ようん面白い子ね口には出さないけど彼女は人に見てほしいと思っているみたい <laughs> 彼女の心は 私が見た中でも一番混沌としていたけど、強力な武器、直感を持っていたわ。過去を忘れ、未来に戸惑っていても、彼女の経験は唯一無二の憶質になるでしょうね。<laughs> 本当に楽しみだわ。その時が来たら、彼女はガーデンに、 どんな記憶を捧げるのかしら。散らばった記憶は、運命によって新たに繋がる。うん。素晴らしい経験を思い出していたの。出発しましょう。遠くで多くの記憶が輝いている。偉大な物語は、偉大な過去からなる。お姉さんが助けてあげるわね。 夢中になりすぎちゃダメよ。今回の経験は、あなたにとって、どんな意味があるの定められた奇跡は、権、ひ、ひもときがたい予言ね。定められた奇跡は、権限した。運命は、選択ではない。今回は、 私から何を知りたい続けましょう。さもなくば答えは得られないもの。ちゃんと受け取ってね。協調よ、再び。降臨せよ、最悪の誓い。礼儀がなってないわね。償ってもらうわよ。記憶は、移ろいゆく泡。音のない皆そこで。 終わりなき深淵を迎えなさい。巡り合わせが良くないわ。記憶だけが永遠に残る。運命の導きに感謝を願いましょう。また大切な記憶が増えたわ。いい運勢ね。願いが届いたみたい。運命の贈り物は時に予想を超えるわね。素晴らしい謎解きの手際だったわ。 知恵と記憶の力。逆位置、不利ね。ここの過去はとても面白いの。どこかでゆっくり話さない